このお湯なんですけど、すごい肌にいいって言われていて、美人になれるかもしれんね。外からは鳥のさえずりとかさ、あの外の露天風呂の水の流れる音とかがさ聞こえて、優しいサウナな感じがするね。水風呂ではなく雪風呂に行ってみます。せーの、また違う新感覚な体験ができました。では着替えてきました。早速入っていきます。広々してますね。あ、すぐにあの入り口の右側にドライサウナがありますね。同じ温泉みたいなのが2つあって、こっちが水風呂で、こっちが海で、進むと大きい内風呂がありますね。ガラス越しに見えてるんですけど、外に露天風呂があります。オープン。バレルサウナがありますね。2つあるのね、サウナ。じゃあサウナに入る前に、露天風呂で湯通ししていきます。あったけー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 、よし、入ろう。では失礼します。あ、体冷えてたからかな、すっごいあったかい。あ、景色めっちゃいいね。開放感。このお湯なんですけど、すごい肌にいいって言われていて、肌触り滑らかなお湯。見えるのかな。立つと見える。立つとあの奥の方に泡ヶ岳が見えます。今日は割と天気も良くって見えやすいね。美人になれるかもしれんね。ではね、体も温まったので、一つ目のねドライサウナの方に行ってみます。ドライサウナ入っていきます。2段の座面で結構大きめのサウナですね。あのカラッとしてます。とりあえず結構暑いかも。ストロング系サウナ、表面から内側にどんどん熱くなっていくような感じ。息をって吸い込むと熱い。こういう時は帽子を深くかぶって息すると息しやすい。温泉で結構温まったから割と汗の出は早いかも。今入ってるのは私ドライサウナなんですけど、もう一個のお風呂にスチームサウナがあって、日曜日でこうチェンジするから、自分がね入りたいサウナをめがけてぜひ来てみてください。入ってきたいね。涼しい。結構激アツサウナだ。じゃあ汗流して。水だ。では水風呂ジャグジーに入っていきましょう。冷たい。キンキンというよりかはまろやか温度。気持ちいい温度だ。
割とね長めに入れるタイプの水風呂で、この水風呂は水道水なので夏と冬場で少し温度が変わりますね。でもジャグジータイプの水風呂ってなかなかないじゃないですか。こういうボコボコね水が噴射されてるから少し羽衣が剥がされる感じで冷たく感じるのかもしれない。いや気持ちいい、バジルサウナ、カニカムサウナっていうんだってに入っていきます。よいしょ。わー、こういうタイプ初めてじゃない？では、行ってまいりましょう。オープン。お、広い広い。失礼します。おしゃれですね。さっき入ったサウナとはちょっと対照的な感じ。このサウナなんですけど、ハニカムサウナっていう名前なんですけど、英語でね、蜂の巣っていう意味らしいです。だからこういうなんか六角形の形してるんだね。こういうのもあるんだ。で、もうちゃんと背中側も温まりますね。で、木の香りもね、いい香りしますね。ゆっくり入るタイプのサウナだね。で、普通バレルサウナって完全予約制とかが多いじゃん、施設でも。ここはね、予約とかなしで日帰り入浴でね入れます。素晴らしい。外からは鳥のさえずりとかさ、あの外の露天風呂の水の流れる音とかがさ聞こえて、全体的にあの優しいサウナな感じがするね。1回目に入ったところはストロング系サウナで、こっちがマイルド系サウナだから、こう交互にね入るのもいいかもしれないね。では水風呂ではなく雪風呂に行ってみます。初めての雪風呂行きましょう。あー涼しいよ涼しいよ。わあ、これ、あ、冷たい。足が行くよ、せーの。あー怖い。痛、気持ちいい。あの体の表面から冷えてくる感じ。上は青空。あのヒリヒリしてきた。冷えた。冷えました冷えました。すごい冷たい。じゃあ雪まみれですが、外気浴に。よいしょ。ほら、雪が触れた場所がすごい。天海さんです。初めての雪風呂は冷たみたいな感覚でした。やっぱ雪国ならではだよね、こういう雪風呂が楽しめるっていうのは。全然寒くない今。天海すごいけど、しかもこのハニカムサウナと露天風呂の距離がすごい近いから、こう湯通しして冷めないですぐサウナに入れるっていうのも嬉しいポイントだね。とにかく開放的でいいですね。気持ちいい。雪風呂最高。また違う新感覚な体験ができました。ではでは、サ飯の時間がやってまいりました。こちらなんですけど、玄米の生地と地元七谷産の野菜を使った美人ピザ
名前美人ピザってすごくない？でほら色鮮やかでトマトとかぼちゃが入ってますね。ではいただきます。うん、なかなかサメシリピザ食べる機会ってないと思うんだけど、重くないからサウナの後でも汗かいた後でも食べれちゃう。これはね、野菜に玄米にあと鶏肉あとキノコとかも入ってるから体にねいいものばっかり取り入れられて、またこちらでは1日20食限定の地元野菜を使った七谷御膳とか、あとは収穫された時にしかない自然薯御膳とかもあって、の食べたらね内側から外側から美人になれるようなメニューがサ飯として楽しめるんです。いいです、いいです、最高です。チャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。さよなら。Now my wheel